よし、それでは火薬庫を下ろせる場所に到着しました。すっごい場所ですね。ここ四駆じゃないと絶対減ります。危なかった。軽トラでも それでは火薬を下ろして準備をしましょうか。前から先にこういう風に押してと。後ろに回って、よいしょ、こんな感じかな。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ただいまの時刻9時42分、まあ、結構遅いスタートとなったんですけど、今日の海峡としましては、夕方までですね、波も風もなくて結構長いこと粘れるような感じの状況です。で、ご覧の通り桜島のふもとで、火薬を出しております。で、今日はですね、一応イカメインで、アオリイカメインですねを狙って、まあ、根魚もちょこちょこ、まあ、探っていけたらなと思っている状況です。まあ、初めてのところですので、まあ、迷惑にならないようにですね、まあ、イケスなんかもたくさんありますので、釣りの方していこうと思います。はい、まずはエギでアオリイカをですね狙っていこうと思います。10メーターちょうど駆け上がりですね。春のでかいのが釣れたらいいんですけど、ビーコさんと子供もイカが食べたいということで、まあ、しばらく釣ってないので、まあ、今日釣れたらいいかなと思ってるところなんですけど、本当に今日はほぼ無風ですね。で、照り返しもあって若干暑いです。すごい魚体の反応はすごくいいですね。なんだろう、ちょっとプチ移動します。まあ春イカだったら今日は長期戦になるかなと思ってるんですけどね、早い段階で釣れてくれればその後根魚とかいろいろ遊べるんですけど、ホンダアラもちょこちょこ点在するような感じで生えてて、雰囲気的にはすごくいいんですけどね、アオリがいそうなんですけど、まあ、もうちょっと気長に狙ってみようと思います。これつけてみよう。
はい、それではですね、またちょっと移動しました。今のところ生命体の反応ゼロです。何か来てくれないと面白くないな。とりあえずお土産になるものが欲しいです。大群が魚探に移りました。食わないかな。4メーターしかないしな。また魚探に反応があったので投げてみます。よいしょ。ね、あっちのもうちょっと先らへんで、最初カヤックを出したところから約1キロあります。まあ、Google Earthで測ったんですけど、もう1キロ来たってことか。ここら辺で深さ 9.3 メートル、なかなか魚影が濃いですね。はい、相変わらず当たりも何もありませんので、ちょっと沖の方にジグを投げてみようと思います。ジグはダイソージグです。結構去年いろいろ釣ったジグですね。おそらく水深もそこそこあると思いますので、まあ何か来たらいいかなと。お、なんか下にでかいのがいる。なんだろう。ベイトボール発見しました。何か釣れろ。30m、だいぶ深いな。てか反応が結構少ないので、ジグの後ろにですね、自作のタコベイトをつけようと思います。すごいなこれ。アピールド 200% です。はい、ただいまの時刻11時13分、全く当たりがありません。でですね、今日は秘密兵器としてこちらを買ってきました。キビナゴです。これを漁港でね、釣るような感じでそこをトントン叩きながら探っていったら何か来るんじゃないかと思って、まあ保険で持ってきたんですけど、ちょっと試しにやってみようと思います。で、とりあえず1匹つけてと。ここちょっとそこになんかいそうな感じがしますね。落としてみます。深さが約19m。 お、なんか来た。早速餌取りが、もう取られたかな。やっぱ名前さんは反応が違うな。あ、ついてた。深さが約 15m。 なんか来てます。お、なんかかかった。名前さ反応早っ。なんだろう、ベラかな。ベラー。ああ、お前か。やっぱり移動しました。名前さやっぱり反応いいですね。手が臭くなるんですけど、当たりがないよりはこっちの方が楽しい気がします。あー、なんか来た。
取れてる。ベラ、まだベラかよ。カサゴ、ちっちゃいカサゴちゃんが釣れました。これはちっちゃすぎるでしょう。だよー、またベラかな。食い方がちょっと、おお、大物旗だけど、あー、まあ、うん、微妙だな。煮付けにはいいぐらいかな。あー、大物旗じゃない、真旗かな、青旗。リリースだかもね、ちょっとちっちゃいよな。またこんなちっちゃいやつしかいないのかな。はい、ただいまの時刻12時7分。全く釣れませんので、ちょっと深場の方に来まして、インチクの方をしようと思います。なんか来ましたよ。キビナゴに来ました。また朝場に来てやってたんですけど、あ、ベラか。ベラしかいねえな。まだベラかな。ちっちゃいですね。ベラベラベラだ。よし、はい、ただいまの時刻12時53分です。ちょっと風が出てきて、若干ですね、波気がちょっと感じられますので、海面が、まあ、白波というほどではないんですけど、一旦火薬を出したところら辺まで戻りたいと思います。風がですね、向かい風なので、今からちょっとね、風が強くなる予報ですので、まあ、ひどくなる前に近くまで戻って、そこで遊ぼうと思います。はい、一旦ですね、ちょっと上陸しました。だいぶ風が出てきましたね。予報では今の時間帯は 0.6 メートルなんですけど、2メートル近く出てんのかな。若干ちょっとね、波が心配ですね。もうちょっと様子を見て、風が落ち着くようであればもう一回出ようと思います。はい、ちょっと風が落ち着きましたので、もう一度出ようと思います。今度はさっき向こうの方に向かって行ったんですけど、桜島の方にですね、風上の方に、向かっていこうと思います。まあ、風で流されてもですね、元の位置に、火薬を出した位置に帰れるように、こっちの方で遊ぼうと思います。あ、ラッキー。で、キビナゴをですね、つけて落としてみたんですけど、なんか来ました。結構いいサイズのやつ。やった、でか、オーモン、やったね。よっしゃー、ゲット、でかい、でかい、やった、すっごい嬉しい。これは嬉しいです。やりました。結構取れてるよ。取れてるね。
よし、じゃあ血抜きをして持って帰ろうと思います。ただいまの時刻3時7分。大門旗が釣れてから全然当たりがありません。魚探に反応は多少あるんですけどね。それじゃ帰りますか。もうちょっと粘りたいところではあるんですけどね、まあ、帰ってから片付けの時間とか考えるとね、3時がいっぱいかなと思います。こんにちは。釣ってきた魚はアラカブ1匹と大門ハタ1匹になります。では作り終わりました。今日ですね、このビールの缶を入れてそのまま冷やすっていう、これタンプラーっていうの、え、なんだったっけまあ缶をこれに入れれば、うん、その一時保冷してくれるっていう、そうそう、で、そのこの単体でもコップとして使えるっていうものですね、うん、保冷と、うん、保温、うんうん、だったね。で、ちょっといいサーモスを買いました。色が4色展開になってて、はい、この緑とブラック、レッド、シルバーの4つあって、最初ブラックを取ったんですけど、やっぱりこの緑にしました。緑だけ緑ってね、うん、最近緑好きだよね、うん、昔から好き。あ、そう、うん、いただきます。だよね、まず食べろよだよね先に飲む。いいよ、好きな方でいいよやっぱり一口飲みたいもんねあ、うん、うまいうまい、美味しい美味しい。本当は私は刺身が食べたかったの、うん、僕は煮付け、うん、で煮付けの方が美味しいもん。まあ刺身はあんまり好きじゃないからね、うん、好きじゃないっていうか、まあ、好きなんだけど、そんなたくさんは食べなくていいっていう感じなんで、まあ僕的にはね、うん、次回釣れたら今度は刺身にしようと思います。アラカブは汁にしたの？いや、もう一緒にしたよ。あー、ほんとだ。で、うん、釜の方を汁にした。あー、玉の方も、おいしい。うまい。何？これじゃ釜を蓋できんのかなと思ったら、できないでしょ。できないよね。できないできない。あ、でも虫が入らないようにちょっとこうやってしとくのはできるよね。あ、そうね。あ、夏場いいねこれね、うん、では今回はこの、はい、ここで終了とさせていただきたいと思います。はい、それではこの動画が良かったらいいねと、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。さあ食べるよ。next day it was easier than so much easier than
or like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to the, take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, baby.